柳川洋平は神奈川県横浜市出身の元プロ野球選手、コーチ、監督、宇藤右打ち。2歳年上の兄の影響で小学1年生から新橋コスモで野球を始めた時から投手を務めた。中学時代は横浜線中央ボーイズに所属。もともと練習嫌いだったが中学2年時に全国大会出場がかかった一戦で、 サヨナラ本塁打を打たれてからは練習の虫と呼ばれるほどの練習量をこなし、3年時にはジャイアンツカップでの優勝に貢献した。平塚学園校時代は時速 140km 台の速球で1年生エースとして活躍し、2001年の神奈川研修機械大会で優勝した。しかし2年時に追間板ヘルニアを発症し、その後は怪我との戦いとなる。 三年春には肉離れを起こし、医師から止められていたが、夏の大会には、怪我を押して出場した。母子家庭だったため大学進学を諦め、高校卒業後の2004年には、社会人野球の新日本赤油エネオスに入社するも、肘と肩の故障により三年で退部。しかし、一般社員として働きながらも、野球を忘れられなかった。仕事中にも移籍できる、クラブチームを、 ネットで探し、バレた際に、上司は出席するどころか応援した。2007年に、東京のクラブチームである、西玉クラブで1年プレーした後、ベースボールチャレンジリーグのトライアウトを経て、福井ミラクルエレファンツに入団した。この年の秋には、読売ジャイアンツの入団テストを受けたが、故障歴を理由に不合格にされた。2008年は、 創設されたばかりの福井ミラクルエレファンツのエースとして25試合に、登板し11関東を記録するなど、低迷するチームを引っ張る活躍で復活をアピールした。石川ミリオンスターズの南和明とのデッドヒートを、制し、BC リーグ最多169奪三振を獲得。2008年の育成ドラフトにおいて、福岡ソフトバンクホークスから3位指名を受けた。 b c リーグからは他にもシナのグランセローズの鈴江、アキラが、千葉ロッテマリーンズから、富山サンダーバーズの野原祐也が、阪神タイガースからそれぞれ育成選手枠で、指名された。ソフトバンクに入団して2年目に、イップスにかかり、まともに投球できなくなってしまった。しかし、これを二軍監督やコーチ、また、先輩選手らの支えで克服した。2011年5月13日、 ブライアン・ファルケン・ボーグの故障を受け支配下登録され、一軍出場登録された。22日のヤクルト戦で初登板を果たした。二軍で主に抑えとして起用された。2012年は二軍でも防御率4.09と結果を残せず一、軍登板なしに終わり、同年10月31日に戦力外通告を受け、現役を引退した。二千十三年からは横浜に戻り、 同年結成された地元の少年野球チームで監督を務めていた。2019年1月23日、b c リーグのシガユナイテッドベースボールクラブで育成コーチに就任することが発表された。チーム名がオセアン、シガブラックスに変わった2020年シーズン終了後の11月14日、監督就任が発表された。ありがとうございます。